誠さんへ。元気にしていますか？私は元気にしています。もう家に帰りたい気持ちはなくなりました。過去のこともあまり考えていません。私の記憶はもう朝起きて忘れてしまう夜の夢みたいです。少し悲しいですよね。誠さんの顔を思い出そうとしても思い出せない。ふるさとから逃げる痛みは絶対に消えないとよく言われています。それでも私はできるだけ耐えています。たとえ涙が枯れ果てても耐えらなきゃいけないのです。あなたももうすぐ私のことを忘れてしまうのかな。それとももう私のことを忘れてしまいましたか？